Rubizan, congratulations. Into the round of 16 now. How do you feel going through today? 5-4 win with Lucas and then the playoff win, which was rather unexpected. まあ今日は、最初の、試合は、まあ、自分らしいプレーもできてたし、まあ、プレーオフも、ティーショットミスしてしまって、まあ、すごいピンチだったんですけど、まあ自分を信じて最後まで諦めないでプレーした結果が、まあ、ついてきてよかったかなと思います。 Yesterday you beat Tony Finau. Today a second win. You're the first Japanese player I think since Hideto Taniara to qualify into the weekend roundsHow happy are you now and what has worked for you these last two days? まあ初日ザンダー選手とやった時は、対戦した時は、まあまさか勝ち進むとは思ってなかったし、でも、まあ、残り2日間自分らしいプレーして、勝つことができたんで、まあ谷原選手以来の、決勝トーナメント進出になるんで、まあ明日からも、しっかり自分らしいプレーをして、していきたいなと思います。Questions? Okay. Yeah, go ahead. まず1試合目が本当に素晴らしい試合運びでしたけど、昨日よりも優勢に自分は戦えてるなっていう感じはありましたか？そうですね、まあ、序盤からリードは、試合も優勢に進んでいったんで、まあ、でも最後までしっかり、対戦相手のことは考えずに自分らしいプレーをすることを心がけて、まあ、いいプレーもできました。プレーオフの最初の状況はちょっと左に引っ掛けてる感じ。そうですね、まあ、なかなかいいショットも打てなくて、まあ、セカンドもグリーンも狙えるような状態ではなかったんですけど、まあ、でもしっかりパーセーブすれば次のホールも進めると思ってたし、まあ、まずは自分のできることをやろうと思ってました。そうですね、まあ、しっかり、いいショットが打てました。これは58度、はい、大体何ヤードくらいの判断で80ヤード、はい、3試合してショットが日に日に冴えて精度が上がってきたんですけども、その調整なりそういう中で試合の中で何か気づきなり何かあったんでしょうか？もしあれば、まあ、まだ明日からもあるんで、まあ、何も変わらずにしっかり、自分のやるべきことをやりたいなと思います。明日も当然ランクが上の選手とぶつかる決勝トーナメントになりますけど、体力も含めていかがですか？まあ、でもまあみんなどの選手もやっぱり条件は一緒だし、まあ一緒にプレーする選手はみんな格上の選手ばかりで、なんでもう自分のやるべきことをやり続けたいなと思ってます。ちょうどね、ランカー選手に負けた時は立ち上がれると思ってなかったとおっしゃって、どのあたりからなんかこう変わったというか、もう決勝への見えてきたような、まあ、やっぱり昨日勝つことができたんで、まあ、あれが引き分けだったらもう今日はチャンスなかったし、まあ、やっぱり、まあ、昨日もずっと劣勢の試合だったんで、まあ、やっぱりそういうのも諦めずにプレーすればこういう結果もあるんで、まあ、どんな状況でもやっぱり自分らしいプレーはずっと続けたいなって思いました。Okay. ありがとうございました。ありがとうございました。